それいいよ。大体ね、海外の高校教育はね、みんなね、あの起業家を育てるためのプログラム全部かなと、うんうん、ところが日本はね、あの良き労働者をいつも作ろうとしてる。そうですね。それはもう絶対ダメよ、うんうん。Thank you.
今日はどこまでできたのかっていうところをまず達成度として確認して、で2回目3回目のワークショップやるときにその精度をどうやって上げていくかっていうことができれば、まあそれで OK じゃないのかなって思います。まあ見せていけば、まあ逆に先輩たちもですね、あの大学とか社会の話とかを反応してもらえると、すごくあのあなるほど、私たちにはそうつながっていくんだっていうのがつながっていくんですね。すごくまた成功できるのが悪いそうだなと思って、それを見て、それを見て、それって面白い、絶対いいよそれ、うんうんうん、あの紀藤さんのところにお世話になったのも今今日中西あれですけど、それがうちに来て、あなんとなくそうなんだっていうことになってきて、もだからあのなんていうか、そういうその伸びしろはものすごくありますよ、うん、もう絶対あるね、よかった。